皆さんこんにちは、タートルです。はい、今回はですね、バランスボールを使ってたったの10回でですね、下腹にしっかり効くリバースクランチというのを紹介しようと思います。下腹を効かすポイントとしては、足を動かすね、腹筋っていうのが、まあ、下腹にねしっかり効く腹筋なんですけども、足をですね動かす際に腰が浮いてしまうとか、前ももに力が入ってしまうと、下腹に行く負荷がですね、軽くなってしまいます。なので、今回はボールを使ってですね、足の反動を使いにくくしてリバースクランチを行います。では説明します。はい、寝た状態で、膝の裏を真ん中に合わせてですね、ボールをしっかり掴みます。掴むときに、しっかりね、かかとでボールを潰してください。この状態で、手を下につくとですね、手の力を使ってしまいますんで、万歳した状態で、ボールをしっかり潰しながら、ぐーっと体を起こします。このまま、戻るんですけど、戻すときに、こう戻すんではなくって、向こうに戻す感じです。こうではなく、向こうに。やってみます。こっから、ぐーっと向こうに伸ばす感じです。曲げたら遠いところに戻す感じです。で、今の腹筋をですね、一緒に10回ほど頑張っていきましょう。呼吸をですね、下に降りたら吸って、吐きながらぐーっと動いて、ここで吸います。では行きます。はい、お疲れ様でした。今みたいにですね、ボールを掴むことで足をね振る反動をですね、できるだけ減らしてですね、下半身を固定したままで下腹を使う、今みたいなね腹筋がおすすめです。もちろん以前ですね、ヒップスラストというね、足を振らずに足を上げて、そっから上にお腹を締めるっていうね腹筋も乗せたんですけども、まあ、今回の腹筋もですね、下腹にしっかり効きますんで、まあ、自分のレベルに合ったね、下腹の腹筋を選んで頑張ってもらえたらと思います。ボールがない方はね、まあ、ボール1個ね、買っといてもらったらですね、まあ、タートル今からね、結構コアトレとか乗せますんで、まあ、体幹部をね、使うメニューとか結構乗せてきますんで、よかったらね、購入することをおすすめします。一応説明欄にですね、もうおすすめのバランスボールのリンク貼っときますんで、まあ、よかったらご覧ください。ということで、今回はですね、下腹にしっかり効く、ボールを使ったリバースクランチでした。頑張った方は、グッドボタンやコメントもよろしくお願いします。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.